はい、こんにちは、深夜です。こんにちは。なんと、はい、ついにディル・アングレーがゴリラホール初上陸。おー、やってきました。やってきました。ゴリラホールに。ここゴリラホールです。完全初ですね。完全初です。はい、なんかまだできて1年ぐらいらしいです。そうですよね。だから多分皆さんもあんま馴染みがないと思うんで、はい、今日は軽く紹介していきたいと思います。お願いします。はい、まずこれ。はい。え？お、プチブラマンソン。プチブラマンソン。え、ゴリラ法でやんの？ああ、あるっすわ。うん、ほんまや。え？ゴリラ法？今年これ。これ今年。去年やったやつ。いや、違う違う、今年。これから？はい、これからです。めっちゃでっかいポスターが。すご。すごい目立つとこに。え、じゃあ今日さん、今年3回もやんのゴリラ。そうっすね。やばやばいっすかね、それ。うわ、俺もここありますよ、ほら。ああ、そうなんだ。ほんとだ、ここもあるっす。あと、うわ、はい、写真付きや。え、ディルは、ディルディルはないっす。なんでやねん。ディルないっす。あそこでグッズを売ってますよ。はい、あ、多分これから多分売るやつですね。売るやつですね。え、売る。いや、それが過去です。これ、こっちがこの前の紹介したやつじゃないですか。なるほど。こっち過去のこれ見て何を思った？このデザインを見て。これ別に僕何も思わないです。この前やってる、モグリです、ね、この前やってる人だいぶモグリです。数日前やった。ここが、うわ、え、めっちゃジュースだらけ。本当だ、なんかちょっと海外っぽさありますね。あ、これもすごくかっこいい。お、お、ディル・アングレーサイコネクト、サンキュー、そうだ。で、これ取り放題？いや、取り放題じゃないです。じゃない。これカウンターで、多分店員さんが来ます。え、じゃあステージ行ってみますか。はい。こっちでいいかな。あ、しらさん、見てください。え、うわ、張りまくってるやん。すご。すごいっすね。めっちゃ一押ししてるやん。ゴリラホール。自分はさ、すげえっす。え、初ですか？初ステージ。今入っ始めて。椅子ないの？椅子ないです。ホールなんですけどないです。え、あ、今日はスタンディングやってない。めっちゃホールと思ってた。知識量かなり少ないですね。めっちゃ何もない。あんまり映ってない、少ない。何もないこれ。あんまり映ってない、少なくて。あとで調整してください。なんか真っさらですね、下が。うわ。え、今日こけら落とし？こけら落としじゃないです。自分で1年ぐらいやってないですか。柵ないの？柵なさそうですね、この中柵。え、この普通穴開いてるじゃないですか、下に、うん、開いてないんで、もう前だけですね。見て、あそこ、はい、ゴリラホール、めっちゃ主張してる。主張してますね。あ、めっちゃ明るくなった。めっちゃ明るくなった。あ、見て、誰か。いや、あれはですね、あの照明を作ってる時にいるシュートくんでした。うわ、柵だ。丈夫っすか？え、丈夫っすか？めっちゃ丈夫。うわ、すごいロッカーの数。いや、別に普通じゃないっす。そうなの。全然普通っす。こっちっす。え、あれ、え、行きます。ちょっと待って、Do not enter やね。あー、でもステージっすね。どこ、これ。え、ここに PA あんの？これはモニター。あ、ステージか。あ、今ステージに来たの？あんな階段登って。あ、じゃあ逆側から行きます。え、あ、ここがあれですか？本番前に。そうです。メンバーが並んで談笑するとこ。談笑いつもしてほぼほぼ喋ってないです。めっちゃ感覚が広くない？今日の今日、今ちょっとまだ調整してないですから。こんな離れなくていいんですけど。ちょっとあの端っこだし喋れないじゃん。全然喋ってないです。いいっすよ。こっちっす。2回。あ、こっち。確かにこれ離れてる。離れてる。めっちゃ離れすぎるし、すごい仲悪いと思われてるから。談笑しますもんね。見て、
ここ見やすい。おお、めっちゃ見やすい。お客さん見えないです。ちょっとね、仙台キングスっぽい。プチブラバンソン、ここで見ようかな。来てくれるんです、大阪。めっちゃ幸宏さんのドラム、横から出て。じゃあ、待ってます、大阪まで。うわ。これ2階いいな。めっちゃ見やすい。2階いい。うわ、トラップが。はい、鎖あるさ。そっち行けないです、こっちです。え、ちょ待って、何すか、やばいって。え、何すか何すか、僕も来てないですよまだ。やばいって、何これ、なんか広くない。え、ちょ待って、うわうわ、え、何これ、え、何これ、え、なんかすごい海外っぽい。え、何、え、ゴリラ。ちょっと暗いな。ちょっと暗いですこれ。え、ここめっちゃいいじゃん。ここ楽屋にしていい？ダメです、全然ダメです。グッズも売ってる。え、全部ゴリラグッズやん。すごっ、かっこいい。そう、すごい。ちょっと待って、ディラショップ、ディルグッズよりラインナップがいっぱい。今回のより多いですね、うん、ゴリラいっぱいいる。やっぱゴリラホールだけに。ここなんなん、そもそも。ここはなんなんですかね。2階っすよね、一応。え、ちょっと待って、これ何、卓球。卓球じゃないです、これ多分テーブル。ああ、テーブルのもなんかちょっと無骨な感じが。見てもあらゆるゴリラ。いろんな種類だ。いろんなゴリラいる。見て、店長。いや、ゴリラストレート。あ、ムック。本当だ。あ、あ、あ。アリスナイン。お、あ、この間っていうか今度一緒にやる紅白歌手のヒロトさんです。座談会は会いました。会いました、はい、あ、アッシュだ。あ、あ、また、あ、またムック。ムック推しやん。え、ここいいな。え、ここ楽屋にしていい？ダメっす。広いな、こう。すごい。そもそもなんなんやろ。わかんないです。まあ、でもちょっと飲めるような感じになってるっぽいですね。こっちからステージが見れる。ああ、2階もスタンディングなんだ。まあでもこれ一応椅子っぽい感じもありますけど。あ、これあれなんだ。自由に動かせるんだ。おもっ。今可動式ですね。え、ここも行けるの？いや、多分行けないです。照明とかやな。見て。ゴリラが注意してる。もう全部ゴリラですね。立っていいんですね。なるほど。ああ。見やすいわ、確かに。立った。今日も入るんですか、ここ。いや、2回多分入んないです。え、はい、そんな売れてなかったチケット。いや、むちゃくちゃ売れてるし。パンパンソールドで。今日はもうファンクラブ限定っていうことで。はい。はい、珍しく、いつもはナンバー8なのですが。そうですね。珍しく、ゴリフォーに。ゴリフォー。じゃあ。めっちゃ離れてる。さっき見たっす。こちらがバックステージとなります、はい、え、何ここ、ここケータリングだ。おはようございます。え、これ海苔の人。なんで？
海苔のこの形ですよ、うん、なんで？え、見てたこ焼きが通天閣かぶってる。あ、逆や。よくわかんないですもん。ビリケン。通天閣じゃないですよ。通天閣関係ないですよ。ほんま。見て、これ。これ飲み放題？これ飲み放題です。すご。今飲めるかな？いや、全部飲まなくていいですか。お、見て。ここまでゴリラが。ゴリラじゃないです。ギター弾いてる人です。お、え、お、お、すごい。トイレだらけ。みんなギター持ってる。あ、そう。ここなんか炭の絵にあるらしくて。はいはいはい。ボートレース場が有名なんです。そうなんですね。もう隣じゃん。本当だ。まあ炭の絵がどこなんかわかんないんですけど。僕も絶対わかんないです。そして。ここが外です、はい、見て何？分かんないですゴルフ？分かんないです。あ、これはここ学園します、ね、ここ学園しよう寒いっす電気もないっす。はい、というわけで初のゴリラホールを案内してみました。はい、どうでしたか？いや、もうちょっとあの2階席の奥やばかったです。やばいよ、ね、なんかちょっと飲めそうな感じの雰囲気もあります。グッズもめっちゃ売ってて、やっぱあとやっぱ木ですね。木ですね。新しいの、はい、2階住みたい。いや、住まなくていいです。でも住んでもいいですけど。あそこ楽屋いいな。ダメです。楽屋狭くて。いや、ダメです。あそこ楽屋、楽屋大事ですから。楽屋大事です、はい、とりあえず楽屋だけちゃんといい感じにしてくれればいい感じのホールでした皆さんもぜひ使ってみてください。さよなら。